本店さん、本店さん、本店さん。はい、こちら本店です。ちょっとね、また別の問題が生きて上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、なんとかフォローアップしてほしいんだけど。了解です。このまま発話ください。言ってください。1号機燃料プール、うん、今むき出してます。飛んじゃったもんだから、うん、そっからですね、うん、ちょっと湯気が出てるという話が今出てきてて、ほんでなおかつ1、2号のですね、リアクター側の線量が非常に高いということで、ちょっと、もちろん1号の影響もあるんでしょうけど、1号というか炉の影響もあるんでしょうけど、プールがですね、状態じゃちょっとまずいんで、うん、手を打ちたいんだけど、なんとも水源もないんで、うん、知恵が出てこない。分かりましたって言っても簡単にちょっとあれですけども、ええ、ちょっとか、ええええ、まあしょ、うん、ちょっと消防で水を突っ込むってことが一つあれか。そうそう、だけど場所に近寄れないんでですね、近寄れないんですよ。だから、極端なこと言うと、ヘリかなんかで上から水を入れ、噴霧するとかね、消防ヘリみたいなので、消防ヘリみたいなもので水を上から噴霧か落とすか。噴霧。そう。まずね、とりあえずそういうことで水源をキープしないとまずいと思うんですけど。課題は分かりました。はい。ちょっとこちらでまずちょっとすいません頭整理して、はい、はい。実現可能性の話はちょっとなかなかすぐ思いつかない。はい。線量高いですしね、はい、上もそう、上も高い。